皆さんこんにちは。大阪を拠点に活躍したお笑いコンビ岡健太裕太の岡裕太さん、本名井本康則さんが22日脳内出血のため大阪市内で死去しました。61歳でした。8月25日、吉本興業が発表しました。裕太さんは鹿児島県出身。1981年、吉本新喜劇の人気座員だった岡八郎さんに弟子入り、83年に NSC 吉本総合芸能学院を1期生として卒業後、八郎さんに弟子入りした健太さんとコンビを結成しました。 NSC ではダウンタウン、トミーズ、ハイヒールの同期にあたり、心斎橋筋2丁目劇場やダウンタウンの伝説番組4時ですようだにレギュラー出演し人気となりました。漫才では健太さんがドナルドダックの声真似やええ声と美声を響かせ、丸刈りがトレードマークの裕太さんがにこやかに掛け合いました。99年に第34回情報漫才大賞大賞を受賞しました。近年はコンビ活動が休止状態となっていましたが、今月15日イエスシアター吉本お笑いライブね、これから始まるコンビ結成40周年のプロローグとして漫才を披露。これが裕太さんの最後の舞台となりました。公演終了後には40年はほんまにあっちゅうまでした、一日でも長くやりたいなどと話していました。コメントを寄せた健太さんは、裕太さんが人工透析を受けていたことを明かし、私の知る限りこんなに皆さんに愛されてる芸人はいません、と相方の人柄を伝えました。ほんま長く漫才やりたかった。旧暦の七夕の日に天に召された裕太くん、この日だけでかまへんから一年に一遍会ってええ漫才ショーなとええ声で追悼。今までありがとう、最高の相方岡裕太くんと記しました。以下岡健太さんのコメント全文です。週3で透析を受けていた裕太くん、私が劇場にいると、お相方どやねん、裕太元気してんの、と皆さんが声をかけてくださいました。私の知る限りこんなに皆さんに愛されてる芸人はいません。そんな時相方からポツンと来たメール、漫才やりたいです。涙が止まりませんでした。それが実現した。台風の最中での3年半ぶりの漫才、舞台で私の肩を持って重心を取る相方が愛おしくて愛おしくてたまりませんでした。漫才が終わって取材を受けた時の裕太くんの言葉、一日でも長くやりたいというのがあるからね、ほんま長く漫才やりたかった。旧暦の七夕の日に天に召された裕太くん、この日だけでかまへんから一年に一遍会ってええ漫才ショーな、今までありがとう、最高の相方岡裕太くん。岡裕太さんは重度の痛風を患っていましたが、その結果痛風陣を発症していました。痛風陣とは痛風や高尿酸血症がコントロールされずに長期間持続することによって発症する腎障害です。高尿酸血症が長期間持続し、尿酸腫が腎臓の深部の髄質に結晶となって析出するために生じる慢性間質性腎炎が痛風陣の本体です。これにより岡裕太さんは腎障害を併発していました。また岡裕太さんには脳腫瘍も確認されていました。良性か悪性の癌だったのかは明らかになっていませんが、たとえ良性だったとしても他の臓器に転移した時に悪性になる可能性が大いにあるため、今週に手術が予定されていました。脳腫瘍と重度の痛風により脳出血や脳卒中はまさにいつ起きてもおかしくない状態だったと言います。実際岡裕太さんは晩年ろれつが回らなかったり、何もないところで転倒したりすることがたびたびあったそうですが、周囲の心配とは裏腹に岡裕太さんは喫煙や飲酒の習慣を改善しようとしませんでした。医者からも頻繁に怒られていたそうですが、笑ってごまかしていたそうです。危険な状態だと分かっておきながら岡裕太さんの死を回避できなかったことは医師として心底悔やまれるのではないでしょうか。次に相方の岡健太さんの現在についてご紹介いたします。
岡健太さんはアートプランナーとして活躍されているとの情報がありました。京都国際映画祭のアート部門のプラニングを担当されていた岡健太さん。岡健太さんは1年かけてアーティスト選び、展示構成、設営など全てに関わっていたということでした。ディスプレイするアイデアなどは芸人の時とは違う顔を見せられていたそうです。岡健太さんがアートに興味を持たれたきっかけは30年も前ということでした。東野幸治さんと一緒にセカンドハウスを借りていた時期があったそうです。東野幸治さんが東京に進出されたことにより岡健太さんが一人で住まわれることになって、荷物が少なくなり殺風景な部屋になってしまったのが嫌で、何かないかと考えられた時に殺風景な部屋にポスターを飾るだけでも部屋の印象が変わったことに感動されたということです。何がきっかけになるのか分かりませんよね。二足のわらじはアーティストに失礼だと感じられ、岡健太さんはアートの面白さを伝えれる道を選ばれたということです。些細なことからですが、自分のアートプランナーとしての才能に目覚められたのってすごいことですね。そんな岡健太さんでしたが、近年も激痩せで病気が心配だと一部では言われていました。亡くなった相方の岡優太さんが痛風を患っており、食事制限されているとの情報があったため、岡健太さんの病気の噂にもつながってしまったようです。アートプランナーとしての道を進み、テレビに全く出なくなったことで死亡説まで噂されるようになってしまいましたが、相方の岡健太さんはまだまだご健在です。最後にダウンタウンさんとの関係についてお話しいたします。ダウンタウンと岡健太、優太さんは同期ですが、水曜日のダウンタウンにてダウンタウンさんがお二人の話題を出したことがありました。松本さんは昔から言うてますけど、売れてる芸人には死がついてるとの説を挙げました。次にお互いの定説はあるかを聞かれた松本さんは、浜田に可愛がられた芸人は売れないとの定説を披露し、浜田にそれはお前もやんわらと言い返されます。そして浜田さんの同期の健太優太、岡健太優太も売れへんかったしとの言葉には、あれは先輩ですからねと反論。思い返してみて、意外と周りに売れている後輩もいることを確認した浜田さんが、最終的になぜかすいません、じゃあ僕が悪いですと謝っていました。いかがだったでしょうか。今回は岡優太さんの訃報についてお話ししました。岡優太さんに心よりご冥福申し上げます。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。